こんにちは、村の鍛冶屋の山谷です。新年2回目、ちょっと変わってました。あの今日はあの先日出た危ねっ、はい、鉄フライパン皿を使ってちょっとしたのを作っていきたいと思います。今日朝から何作りましたっけ。ピザとペッパーランチとパーボー豆腐とごまかたけ焼きとを作りました。それは後でまとめて流します。はい、じゃあ今これは何だっけ、目玉焼きを作っていきたいと思います。今日じゃあ使うのがセパレ、サラダ油、なんか風があると飛ぶな。でこれで便利、はいはいはい、便利、はい、使う量だけいきます。であとはどれだっけ、ベーコン、もうちょっと温めたかったね。やっぱこの時間でやろうとすると結構きついね。火が弱いか。まあまあこんな感じで
遊びながら仕事やってます。遊んでません楽しいです。はい、これをやりながら、はい、じゃあほら時間があるから時間があるからね。まあまあこんな感じで、見た目が素敵、じゃあここで出てくるのがリロシのスパイス、はい、じゃじゃん。でまあこれを、まあ、豪快にかけていきます。こんなもんでいいかな。あ、美味しそう。あ、いい、いい匂い伝わらないな伝わらねえな。すげえいい匂い。でここで蓋、もう一個この台の方ですね、をドン、こんな感じでやっていきます。まあ、まだ早いけど普通にやるには。火が弱い、ちょっとね、うん、ちょっと弱いんで、でまあこんな全然火が弱い、ちょっと火強めますか。隠しちゃったぞ。あ、来た来た来た。すげえ。めっちゃかっこいい、めっちゃかっこいい。あのこの焚き火台も今後ね、あの今いろいろと進めてますので、いい報告ができればなっていう感じですね。多分今のであ、まあまあ、いや、ほらよりかな、さっきよりはまだいいかな。まあ火が弱かったってことで、本当申し訳ございません。すいません。まあこんな感じで。本当これ使いやすいです。すげえこれ使いやすいんで。絶対うまいと思ったって。いや絶対うまいんです。このレパートリーめちゃめちゃ美味しかったんで、ぜひ。ぜひ本当に。この鉄板めちゃめちゃ便利です。IH でももうそのまま。さっきバンバン食ってたんで、はい、麻婆豆腐、はい、こんな感じで、ではじゃあ、じゃあまた、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあねー。